サッカー英語したチャンネルへようこそ。このチャンネルでは、自身も選手として活躍していた名古屋 FC の監督である尾崎さんと一緒に、はい、サッカーの人気者にインタビューをしていく番組となっております。はい、ということでですね、今回のゲストなんですけれども、過去に浦和レッズで、活躍というか所属していたこともある藤枝明誠高校のサッカー部の監督、松本泰史さんをお招きしております。ということで、松本さん、今日本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしく、ご無沙汰、ご無沙汰しております。テーマは何だったっけ。はい、本日のまずこの動画のテーマなんですけれども、うん、藤枝明誠が目指す超攻撃的サッカーとはというテーマになっております。元フォワードの、あの松本選手からするとよくよく聞いてる超攻撃的サッカー、そこについて一言、うん、どう、そうやって一言って超攻撃的って何がってこうよく、まあ、考えた人それぞれあると思うんですけどね、うん、あのただあのゴールを多く取りたいってだけの話です。そうだよね、そうだよな。だけどやっぱ守備中心にもやらざるを得ないし、もともとフォワードの選手だからっていう感覚もあるでしょう、うん、ありますけど、だってさ、尾崎さん生涯フォワードしかやったことないもん。だから点取りに行きたいですよね。点取るのが趣味だった。ただ失敗もあるんですよ。それある。先生に言ったじゃないですか、うん、先生に言ったでしょ、うん、あのプリンスリーグ一勝確かにね、77失点ね、それでも負けたくないっていう、うん、そうそう。だけどさ、5点取られたら6点取ればいいもんな。それなんですけど、ただやっぱりあの難しいですね。サッカーってのは本当に難しくて、毎年ね選手も変わるし、うん、やっぱりその力関係も当然ありますんで、そういう部分ではいい勉強させていただいてます。でもさ、基本的にさ、僕は昔一時あの少年フットサルをやったことあるのね。その時にフットサルは5点取られたら、さっきの言ったら6点取ればいい。でもサッカーはそれ5点取られたら6点絶対取れないもんね、はい、まあ難しいですよね。難しいよな、5点簡単に取られるやん。そうです。で、今までの経験でいくと、超攻撃的とか、はい、あの指導者が例えば松本、尾崎もずっとフォワードっていうか、主人公がフォワードだった人は、はいはい、攻撃的だっていう人に限って裏でね、はい、一生懸命守備やらせとるよいや、ただあの実際はですね、うん、多少やっぱり守備はね、あのプリンスの失敗した年、まあ、その次の年ですね、やりました、多少それは。いや、いや俺言わせたら多分多少じゃないと思うよ、相当やっとると思うよ。いや多少ですよ。いや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 。それよりももう、いやこれさ、あの前に、ま、ボイスチャンネルだからね、別にね、あの格好つけなくていいよ。はい、相当やった絶対あの根底には負けたくないっていう人たちが前線に多いんだ。負けたくないんですけど、うん、あのでも先生本当に僕あの 1-0 で勝つゲームだったら、うん、なんていうかな、 3-2 だとか、うん、逆に 2-3 で負けた方のがお客さんたちは喜ぶと思います。それはね、浦和レッズでね、それはね、あのプロサッカー選手をやった人はそうやって言う時はあるけど、あの僕育成年代は勝ち負けは関係ないね、プロセスが大事だ。だけど根底にあるのみんな負けたくない人ばっかだもん。いや、それはあの試合負けてね、家にもうそのまま夜遅くに帰ることもありますし、悔しくて、うん、それはあるんですけど、うん、ただその見ててこうやっぱり楽しいっていうのはやっぱゴールだね。確かに間違いなくね、うん、サッカーっていうのはだから、まあそのゴール前の攻防が多くある方のがやっぱりこうお客さんも見てて楽しいと思うし、僕らもドキドキするし、やっぱりそういう部分をなるべく多く生み出したいっていうことで、あの攻撃に行けと。だからサイドバック、私たちよく言われるんだけど、両サイドバックがあんなに上がってって大丈夫なのかと言われますけど、うん、それでも行けと。でもね、あのね、静岡の人、まあ、自分、静岡出身じゃないけども、はい、静岡の人とこう YouTube で話するの初めてなんだけどさ、やっぱ静岡の人って、はい、点を取ることとか、あのサポーターが喜ぶとかってよく言うのよ。で、はい、確かに僕ら育成年代ね、もちろん名古屋市でジュニアユースやって、遠征に行きます、バスの中でビデオ流します、あの1試合流すと半分ぐらい寝るのね。だけどゴール特集を流すとずっと見てんだよ、わかるでしょ。あ、確かにそうですね。例えばワールドカップの時もあるんで、例えばドイツ対イングランドとかさ、イタリア対とかって1試合90分流すと、はい、大体前半の終わりに撮
取るやん。そうですね、うん、だけど90分のワールドカップゴール特集とかってね、ファインプレー特集とかって流すと大体見とる。そうですね、うん、だそういう、そういうところでも僕らはやっぱ攻撃的に子供たちが得点をするシーンに憧れる。だから超攻撃的に行くっていう考え方で行くのはいいんだけども、実際は裏でコソコソと守備やっとんだよ。あの先生あの言う通り、静岡、私もね三重県出身なもんでね、そうそうそうね、静岡でサッカーやったといろんなやっぱ指導者の方がいて、例えばですよ、あの先生もご存知の海星館の青島さんだとか、うん、ね、例えばじゃあ静岡学園で言ったら川口さん、はい、藤浦市行ったら小林監督だとか、ね、桜川が出た今勝瀬先生ですけども、勝瀬監督だとかいろいろありますよね。そうね、だからいろんな種類があって、いろんな考えがあって、すごく僕はあの公式戦やらせてもらうといろいろ学ぶんですけど、ただ静岡で今監督になって6年目になりますけど、やっぱり2年目であの全国大会行かせてもらった時のね、うん、あの周りの言ってくれたのは準決勝と決勝、うん、準決勝が2試合当然ありますよね、うん、で決勝は1試合やって、であの静岡って他の県はどうなのか分かんないですけど、あのチケット買って入るんですね、1000円払って。おうおう、あのアイスは全部招待券なんだ。あ、そうですか。そう。いや、それは先生だから言ってもらえるんじゃないですか。あ、まあまあ、それもあるかもしれんけど。そうですよね。だから、チケット買って、でもそれができるのは静岡だからだよ。で、嬉しかったのは、その、ここ何年かで一番面白かった準決勝と決勝だって言われたことあるんですね。うんうん。で、やっぱり僕嬉しかったんですよね。まあ、準決勝が静岡学園さん。で決勝は、ね、うん、青島監督の解説で、うん、で本当にどちらがこう、ね、ゲームをもうこうひっくり返してもおかしくないようなゲームだったんですけれども、うん、やっぱり、たまたま運が、ね、あって、うん、行かせてもらったんですけど、全国大会の方にはすごくこういろんな考えだとかいろんな選手も出ていて、例えばでサッカーの中身的にもこの子たちはすごくこう考えてサッカーやってるなだとか、そんなに無理しないならだとか、来ると平均来るなとか、うん、いろんな部分があるんですけど、こう当然よく言われるのが相手を見て戦術だとか相手の戦術だとかそういうのを見てやるっていう、うん、私自身はあんまりこう自分たちのあんまスタイルを崩さないで、そうだな、藤井監督生のまあ、サッカーって僕から言わせるとオーソドックスでさね、ある意味、はい、その、はい、いい言い方するとバランス取れたらサッカーやるじゃん。もっと超スーパースターがおるわけ、はい、おるわけでもないもんな、基本スーパースターいないです。監督だからスーパースター。監督も監督はサッカー知らない監督だと僕は自分で、でも監督ってまあその辺のおじさんって、俺もそうだけども、その辺のおじさん感覚の監督さんってある意味親しみ湧くやん。まあ、ただありがたいのはやっぱりあれですよね、いろんなそういうクラブチーム、ね、先生もそうですけど、クラブチームの方が選手をこう育てて送ってくれて、でまたその子たちは3年間一生懸命、本当にこれ流れてますけど、先生のところから来るお子さんは本当に全て真面目で、一つ目のかからないし、だって真面目な取り柄にしとかんと何言われるかわからん、はい、だって結局上手い選手が欲しいってみんなさん言うけど、いいね、上手くてもその人間的にとか、まあ不真面目な要素を持ってる人もいいとかって言うけど、やっぱ高校サッカーにおいて不真面目なやつがおるとエネルギー注ぎ込みすぎないとね、まとめきれないしね。そうですね。あ、だからまあ本当に私がこう要求するこうだよっていうサッカーをなんとかやろうとしてくれてる部分があるもんで、本当にそれにはね、本当にね、中学年代で育成してもらった先生方だとか、まあ、選手には、ね、感謝しなくちゃいけないです。当然監督だからこういうサッカーやりたいっていうのあるじゃないですか。あるある。でそれを子供にとっちゃちょっとね、普通なとこもあるかもわからないですよ、選手にとっちゃ。でもこれでやりたいんだよっていうのをこう日々のトレーニングでやってくれる部分があるもんで。でもさ、
そのやっぱりさっきの話ちょっとリンクするけども、攻撃サッカーをこう推奨していく監督っていうのは、うまいよね、やり方がね。守備守備守備っていうとやっぱ我慢しなくちゃいけないからさ、守備は。でも実際守備やってんだけども攻撃でやりますって、そのしたたかさの監督さんって結構おるよね。いますいます。そのでだって子供ってさっき言ったように、ね、遊ばせといたら絶対ゴールが結果じゃんね。はいはいはい、はい、守備を結果にする。そうですね、やってるやつはいないから、そこを子供のコントロールをすることに長けた松本ねっていう感覚がするから、クラブ員数っていうか部員数も相当多いじゃんね。今200とか150ぐらい。いや今ね200、今年は226だったかな、7だったかな。今年の3年生が多かったんだっけ、違ったっけ。去年か、卒業してた3年生は99名いました、はい、去年な。で今年の3年、今年3年生が60ぐらいっつったっけ。いや88名ですね。まあ99とか88とか、まあゾロ目が多いけど。でしょ。だからそれだけ攻撃サッカーに憧れてくるのか松本サッカーに憧れてくるのかって言ったら、どっちか言うと俺は松本サッカーに憧れてくるんだと思うんだよな。そうすると真面目でいい子が多いけど、うまい子は少ないわな。先生はっきり言いましたね今。厳しいこと言ったね今先生。だけど名古屋市でもうまい子は行くんだけども、今の全国ネットで行ったり静岡のレベルで行くと、こう超スーパースターとか、はい、こいつストロングだなっていうのってやっぱ少ないじゃんね、藤枝明誠って。チーム力勝負じゃん。だから結局なんですかね、もう個人の努力で。そう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 。ですから先生のところから来た翼だとか。そうじゃないですか。いやいやいや、それは真面目を演出しろって言ったるから。あ、演出してんですか。そう。だから本当にね、 A チームに引っかかって試合で出るようになったりね。それってやっぱり本人の努力だし、僕らとしては本当に例えばじゃあ愛知県だと愛知県の県選抜の子だとかね、うん、静岡だと静岡の県選抜の子なんてほとんどうちには来ないもんで、まあ本当子供たち日々の努力でやってくれてるから本当にかろうじて。だ真面目っていうよりもね、演出論じゃないけども監督の顔色を伺っとけっつって、はい、顔色を伺ってずっと顔色を伺い続けとけば自然といい子になってる、はい、それが訓練だって俺教えとるもん。でしょ。だって演出するっていうことは頭使わないと身についていかないよ。でしょ。何にも分からずに監督がいようが怖い先生がいようが何にも考えんかったら挨拶もしないしゴミも拾わんけど、あ、お監督来たでゴミ拾おうぞって言った瞬間に頭は使うわけだから、それもある種の演出。そうですね。そうするとサッカーの人がつながっていくと、そういう理屈よね。そう、ありがとうございます。そうすると松本サッカーってそれによく似とるから、翼なんかは持ってこいだったかもしれないけど、そういう選手としてはね。でそういうのを見てこうチーム力がアップしていくから、松本サッカーっていうのは僕からすると昭和のサッカー、昭和のサッカーって言ってないな、ごめんな、その、はい、平成を通り越しちゃったって令和なのにな。でそういうことを考えるとさ、やっぱ松本サッカーに憧れてくる選手っていうのはその努力家が多いと思うよ、うん、あとこの なんていうんですかね、明生の子ってある意味こうすごく純粋で来てくれる子が、うん、でまあそれってまあコーチ陣にもね、僕らよく言うんですけど、この子たち真面目でなんかお父さんお母さんが大事に育てた子 でこの子たちをこうしっかり大事にまた3年間お預かりしてっていう部分の考えの中で、自分たちでこう考えながらなるべくやってってますし、僕は間違ってるものは間違ってるって言ってるんですよ、うん、全て学校でも先生たちが間違ってることは間違ってるちゃんと言った方がいい、それは、うん、でもさ、俺から言うとやっぱりその松本監督の立場と、うん、まあ、教員ではない立場とニュートラルコーナーで学生寄りというか選手寄りだから、やっぱ子供たちにとっては、うん、気心の知れたおっさんでもあり仲間でもあり相談者でもあるってことあるよ、うん、やっぱ学校の先生ってちょっと構えるもん。そうですね。そう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 。だからちょっと話があるけど、今日のテーマは超攻撃的サッカーだでね今。はい、そうですね。うん。だからそこの中から自分で考えてってことなんですよ。先生、そういう中から、そういう中から自分たちでやっぱり考えて、松本が言ってる攻撃サッカーってこうなのかなと。うん、でそれが間違ってる合ってるじゃなくて、とにかくサッカーってゴールを奪い合うスポーツなんだから、ね、多くゴールを奪おうと、うん、でそこに別に枚数をね、実は僕
ショック受けたことがあったんですけど、うん、2016年に全国大会行った時に静岡のある、J の記者 J を見てた人たちに明星高校のフォーメーションって2バックですかって言われて俺そこまでサッカー知らなくねえぞと思ったんですけどまあでも子供たちがやってることだからいいやと、うん、まあ、それで失点、するんだったらそれでまた自分たち取り返していくしね、まあ、多少は言いますよそれは、うん、当然もちろんそれは多少の戦術的な部分は言いますけども、とんでもなく間違ってなかったらそれはそれでそのままやらしたのは彼たちがやりやすいようにね。だそれでまあ先ほどまた戻りますけど失敗しちゃうこともありますけど、そういう部分でまた子供たちに教えてもらえる。超攻撃サッカーっつってよく最近よく言うじゃん、後ろ向くなとかね、昔は昔って、はい、最近は危なくなったら下げて組み立て直せって言って、組み立て直すような技量もないのに、はいはいはい、下げて突っ込まれてショートカウンター食られてさよならっていうケースよくあったじゃんね、はい、だったら最近は前向いて、はい、ま、僕はずっと20年前から前のめりに死ねって言ってきたの、後ろ向きに死ぬなってなるほど、そうやって子供たちに言っていくと前のめりに死ぬっていう言葉がよく分かんなくて、とにかく前向かって攻めていきなさいとっていうのをずっとやってきて攻撃的にはなってね、だけどもそれをやるとリスクがあるから守備が大事だよっていう、そういう論理で頭の中を整理して、そうですね、やっぱり超攻撃的サッカーをやるべきがその選手の伸び率に関わってくるっていう考え方、僕はだからその超攻撃的サッカーっていう言葉は大好きなのね。でもずっと守備やってる、先生のおっしゃる通り守備は本当にやってない、守備のトレーニングそんなに、やっぱりこう選手がどん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 湧いて出てくる、ただ1点だけ先生でさっき言った守備やってるでしょっていうのはやっぱりこう枚数バランス、これは異常に言うようになりました。攻撃してる時こそやっぱりこう守備の準備してなくちゃいけないし、攻撃参加してない選手がじゃあどれだけかこう注意をね、何が起こるのかっていう部分をやっぱり予測してなくちゃいけないっていう部分はもううるさいことはやっぱりよく言うようになりましたけどね。やっぱりね、でも守備はやっぱりやるべきなんだけど、やっぱこの1対1の局面に勝てる守備を僕ら育成年代を教えないといけないと思うのね。チャレンジとカバーってよく言うんだけど、ね、カバーに重きを置くとチャレンジを怠るやつが出てくるから、うん、やっぱそこの1対1に負けない守備力は育成年代はやっぱ中学生でも高校生でも大学生でもそこの個人がやっぱりガンガンにやらせるっていうのが僕の考え方なのね、うん、そうじゃないとこう、この能力アップしないもんね。ただ一点、まあ、僕は間違ってるとは思ってないんですけど先生、僕はね非常に攻撃のことをゴール前のシュートだとかセンタリングだとかゴール前の攻防だとか、うん、っていうのをやるのに攻撃の負荷をすごくかけてればね、うん、守備もおのずとうまくなっていくっていうのが僕の中にあるんですよ、うんうん、そりゃそうだ。で結局だから言葉の通り攻撃をひたすらまた磨けば、うん、守備のやつらもその守備の能力が上がっていくから、おのずとこう組織的にある程度成り立っていくのかなっていう部分で僕は考えてるんですけど。だと思うよ。だって攻撃は最大の防御っつってね、昔から言われてきてね、ボールを奪われない限り守備する必要性がないっていう極論でそういう話があったわけだから、トレーニングで攻防してれば当然、はい、ハードな攻撃をすればハードな守備をせざるを得なくなって相乗効果ができるってわけだからね、うん、その論理は間違ってない。だからこうなんかこう明星で私監督になってから明星でこう名前が過去の OB で出てくる攻撃の選手ばっかなんですよ、うん、出てくるのが。いやだけど名前を挙げられるのがね、明星の子たちって派手さがないけども、まあ、たまたま僕が預かった選手もそうだし僕が送った選手もそうだけども、やっぱ派手さがない上にいぶし銀のこう働きをする子がでポツポツと出てきてるからさ、そういう意味ではやっぱ松本イズムっていうかその超攻撃的な指導をしてると意外と派手さがない、逆に派手さがないんだなっていうのを最近思うよ。言葉悪いよ、地味って言ったらあれだけど、いぶし銀、そうそうそう、うん、僕松本のタイプ、ね、出てこない出てこないってことないんですけど多分、うん、だからまあそこそこの大学そこそこの活躍してるやつは
おるやん。ただ、うん、松本泉、ただその明生みたいなチームがあってもいいんじゃないのかなって。本当にいろんないい選手がこう入ってきてるチーム当然中にありますよね。でそういうところでやっぱり能力高い選手がこうどん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 こう、まあ、磨かれて、あと自分で努力して、でただもう入ってくる段階でも少しやっぱどうしても差がついちゃってる部分があるから、これをこうしてあげようっていう時にこうやっぱりこう攻撃、サッカーって攻撃するから楽しいんだ、守るから楽しいんだとは僕は言ったことがないですよね。まあ確かに確かに、いや攻撃するから楽しいんださ。でもね、究極はやっぱりね、静岡難しい。もう静岡僕やっぱり一番難しいと思うな。埼玉だ千葉だって言うけど、まあ東京はちょっと別だけども、やっぱり静岡は特に難しいと思う、うん、どんなサッカーやってもこう注目されるしね、そういう部分では俺難しいと思うよ。でましてや戸様って言っちゃうあれだけど、四中高出身の監督さんだしさそうですか。だってさっきの話聞いた、ジョー先生の教え子だもんね、この人。ジョー先生聞いたことあるでしょ、この辺で、この界隈ではジョー先生いますね。あのジョー先生もこの部屋で僕といろいろお話をしたこともあるし、はいはいはい、うん、でそれがやっぱり静岡出身だと、まあ、その昔から静岡にずっとおられた方がね、監督になってるところが多いわけじゃない今も、はいはいはい、ね、そのさっきの改正会しっかりそうだし、役しかりそうだしね、まあ清翔、まあ清翔って一体知っとる人も少なくなってくる時代に入るけれどもさ、まあそこの中で松本サッカーを推進していくっていうには俺エネルギーいると思うよ。エネルギーって言うと思うけども、うん、なんとなくその穏やかなチーム作りをこう楽しんで見える松本監督を見とるとさ、ほっこりでいつもしとるんだよあの穏やかではなくてあの本当に申し訳ない、先生も言ったんですけど、先生にあの話させてもらったんですけど、僕らやっぱり子供からやっぱり教えてもらうことがやっぱいっぱいあると思ってるので、うん、やっぱり指導者にも常にやっぱ言うのはやっぱ子供たちに感謝だし、さっき言った通りあの親にも感謝だし、そうあの、ね、クラブチームの、そう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 、まああの僕らみたいな人に感謝をするということ で意外とね、はい、今日でもさ初めてだけどさ結構早いでしょ、もう30分経つ。だからとりあえず今日はここで超攻撃的サッカーとチームとは全くかけ離れた、はい、よくわけのわからん違いましたね今おっさん同士の話まあこういう機会をこうスタートできたんでね、また次回もやるし、はい、3回目4回目にも始めるんで、はい、コロナじゃなくてもやろうね、はい、やりましょう。あということで、とりあえず今日はここで一遍じゃ あの佐々木くんの方に回ってもらうんで、はい、はい、いろんなお話がね出ちゃうんですけれども、今回は藤枝明誠が目指す超攻撃サッカーとはというテーマについて、はい、全然テーマではなかったんですけども出ましたね、一応ちょっと、はい、お話はたくさん聞かせていただきました。また次回もですね、はい、松本さんをお招きしてお話ししていきますので、はい、はい、次回もよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。